このキャラがあんまり化粧濃くないイメージなので、なるべく色白に近づくようにしました。派手髪レインボー、この世の色すべてやりたい、こんな見た目でも女子大生、マーチリンです。私は普段大学生をしながらブラックダイヤモンドに所属しています。雑誌の読者モデルをやったり、テレビにもちょこちょこ出させていただいたりしています。今日はマクロスフロンティアのランカリーちゃんのコスプレメイクをしたいと思います。ではスタート。今回使用したカラコンはロデオのピンキーデビルウルトラビッグのピンクです。なんでこれにしたかっていうと、ランカちゃんの目ってちょっと赤茶色っぽい色だと思うんですけど、赤か茶色かどっちにしようか迷った時に間取ってちょっとピンクにしてみました。で、大きさにこだわりがあって、これ 14.8mm なんですけど、アニメキャラのクリクリした目を表現するために大きめの瞳のものを選んだっていうのと、このカラコンがなんか波打ってる柄のデザインなんで、目がうるうるして見えるからコスプレにちょうどいいかなと思います。ファンデーションなんですけど、二次元のキャラってすごい色白だと思うので、なるべく色白に近づくようにしたんですけど、まあ、こだわりは水分量、最初に塗った BB クリームも最後に塗ったファンデーションもすごい水分量の高いものを選びました。で、なんかサラッとしててナチュラルに見えるファンデーションを今回は選びました。ロレアルのやつがすごい水分量高くてすごいサラッとしてて、つけるとナチュラルに見えるのにカバー力も高くてマットになるので、今回最後にたくさん塗りたくりました。コンシーラーでニキビ、それから二次元のキャラということで、なるべくシワを隠すために小鼻のところと、それから口の上、それから唇もなんかちょっと平面にしたかったのでコンシーラーをつけました。このパウダーはもう目覚めもめっちゃ可愛いんですけど、なんか結構白目の色なのでこれを選びました。で、ちょびっとラメが入っているのでちょっとツヤツヤな感じになります。シェーディングは、これは本当はファンデーションなんですけど、色が濃くて使いやすいので、入れ方のコツは、まあ女の子なのであんまりなんかカクカクしてる顔じゃないなと思ったので、ほっぺはそんなに濃く入れすぎないで、でもシュッとしてるように見せるように頑張りました。このアイシャドウはいつも結構濃いめのものを選んでるんですけど、ランカちゃんは結構化粧が薄いようなイメージなので、白とか薄い茶色を主に使って、濃い色はなるべく使わないようにしました。Dアップのつけまのりで二重の幅を広くしました。ポイントは一回爪で跡をつけて、そのどのラインに二重の幅を作りたいかっていうのを調整した後にこれをつけてます。二重のラインを作るときに、ここだけとかちょびっとつけるんじゃなくて、目尻の方まで長めに引くと二重のラインが長くくっきりします。アイシャドウが薄い分、アイブロウペンシルで二重の影を作りました。引き方は二重の線にとにかく忠実に、二重の幅のラインをちょっと長めにしたいのではみ出るように引いてます。二重ラインが濃くならないコツは、あんまり濃くないやつ、薄めのアイブロウペンシルで引くことだと思います。女の子キャラクターの可愛い瞳を再現するためにふっくら涙袋を作りました。二次元のキャラクターなので、自分の本当の目じゃないラインのところまで白いシャドウを塗ってます。キャラクターのイメージを崩さないためにたくさん微調整をしたいので、細いペンで何回も何回も重ねるように様子を見ながら引いていきました。今回意識したのは、ランカちゃんが垂れ目丸目ということで、丸目に見えるように、ここの目尻のラインは盛り上げないで、ここの目頭から黒目のところは盛り上げて、で、あとはちょっと垂れさせてから、あんまり横長にしないで、あくまで丸のラインの中での垂れさせるというか、この普段のメイクよりも幅がだいぶ狭くなってます。で、直線的にしないで、その垂れるラインもカクカクってやりました。ランカちゃんの丸い眉毛を再現するために、自眉をコンシーラーで一回全部消しました。ファシオの柔らかい描きやすいアイブロウペンシルで少しずつ描いて様子を見ながら形を作っていきました。
彫りが少し高く見えるようにノーズシャドウは眉毛の下から鼻にかけてやったんですけど、普段のメイクと違うポイントはランカちゃんがあんまりきついイメージじゃない可愛らしい顔のイメージなので、ノーズシャドウの流れをこうまっすぐにするんじゃなくてカーブを描くようにシャドウを塗っていきました。最後に塗ったノーズシャドウも鼻を高く見せるためにちょっと濃いめのものを選んだんですけど、カーブをちょっと重要視しました。エチュードハウスのキラキラのアイライナーが2種類あるんですけど、今回目の下に塗ったのはキメが細かくてちょっとピンクがかった優しくて甘いようなイメージになるものを使いました。化粧のバランスが見たいので途中からウィッグをかぶりました。かぶる時のポイントとしては全部髪の毛はしまうことと、あとピアスついてるキャラクターじゃないので派手めなピアスとかは全部外しました。このカチューシャもつけました。このアホ毛を目立たせたいのでアホ毛は潰さないようにちょっと前の方につけてます。チークなんですけど、二次元キャラの可愛らしい感じを出したかったのでピンクを選んだんですけど、あえてこの発色のいい口紅でほっぺを作っていきました。入れる位置のポイントとしては可愛らしい印象の顔になるように、あとほっぺ丸く入れることがポイントです。口紅をつける前に唇が乾燥して口紅で割れないようにしっかり保湿してから口のメイクに移ります。ランカちゃんがそんなケバくないキャラなので一回コンシーラーで唇の色を消して血色をなくしてから薄めに口紅の色が入るように、あんまり口紅感が出ないようにこの2つを組み合わせました。で統一感を出すためにチークと口紅の色を一緒にしました。ハイライトなんですけど、ハイライトの印象があまりきつくならないようにそんなに濃くしないでささっとノーズシャドウを入れてから立体的な顔になるように顎にもハイライトを入れました。で、全体的にあんまり化粧濃い印象にしたくないのでほっぺたとかにもハイライトを入れてチークもなじませました。今回のつけまつげはあんまり化粧濃い感じを出したくなかったので、つけまはタバタバしてるっていうよりはまっすぐ細く生えてるつけまをチョイスしました。下のつけまもあんまり束が太くなってない細めの束のものを選んでます。ランカちゃんが結構下まつげが長い顔をしていたので若干目立たせたかったです。ドーリーウィンクのペンシルアイライナーで粘膜の黒目の部分にかぶっているところの範囲だけ黒く塗って、二次元キャラの黒目が大きいのをイメージしました。で最後に細かい微調整で黒目をさらに丸目にしたかったので黒目の上の部分だけこう盛り上げて丸目に見えるようにして、で最後に丸目垂れ目ということで垂れ目ラインを補足しました。肌がなんか白い部分とかがあまり際立ってしまうと二次元っぽさがなくなってしまうので、ここの間にできているスペースを茶色いシャドウで埋めました。目尻に最後にラインで垂れ目っぽさを追加してます。このキャラがあんまり化粧が濃くないイメージなのでラインがあんまり長くないように気持ち垂れ目に見える補助的な効果として短くちょちょんって済ませてるのがポイントです。このランカちゃんのコスプレメイクのポイントはランカちゃんの丸目垂れ目を重要視したのと、あと眉毛をカーブ状にしてアニメと同じ眉毛を目指しました。あとランカちゃんはあんまりケバいイメージがないのでカラーのシャドウなどは控えました。私は結構アニメもすごい好きで、今しているネイルも自分の好きなキャラクターの板ネイルです。絵が筆で一つ一つ描いてあります。他の動画もあるからよかったらチェックしてください。バイバーイ。